維新の問は5日、上西さゆり衆院議員について、党規規則に基づき除名処分にしたと発表した。衆院会派からの除籍処分も決め、近く衆院に届け出る。上西氏が3月12日に、体調不良にもかかわらず知人議員と会食し、翌13日に2015年度予算案を採決する衆院本会議を欠席したことなどに対し、国会議員としての責任感を欠くと判断した。同党の地域政党、大阪維新の会も4日に、上西氏の除籍を発表している。党執行部は当初、議員辞職を求めたが、上西氏が受け入れなかったため、4日夜の党規委員会で処分を決めた。松野幹事長は5日、大阪市内で記者団に、身を切る改革を訴えている党として、議員の規律に厳しく対応する。統一地方選で戦う同志への影響を考え、苦渋の選択をした、と述べた。上西氏は5日、初心に帰って無所属議員として、一から出直す覚悟だ、とのコメントを発表した。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。